ています。キャッチャーのポジションには野村、スターティングラインナップが発表になっています。1番サード長嶋です。2番ファースト王貞治です。3番にベテラン最年長の青田昇、戦前からのプレイヤーです。4番には中日の高木守道選手、5番にはジャイアンツの高田茂背番号8番、6番にはセンター中日の中俊夫さん、7番にはショートで三宅秀史さん、8番にはキャッチャージャイアンツの張り切りボーイ藤尾茂さん、マウンド上は400勝の金田正一さんです。バットを持ったトップバッターの長嶋茂雄、パスティックのオーダーが発表になっていますが、マウンド上は稲尾和久、1番にセンターの長池阪急ブレーブス、2番は東映フライヤーズの張本勲、3番サード中西太志、西鉄ライオンズ、4番レフトは大前オリオンズ山内和弘さん背番号は8番、5番はファースト近鉄の土井正弘さん背番号は3番、6番はキャッチャー南海ホークスの野村克也さん背番号はご存知19番、7番はショートアラブ社豊田康光西鉄ライオンズ背番号7番、8番はセカンド東映フライヤーズの大下剛背番号は1番、そして9番はピッチャーの稲尾和久西鉄ライオンズ背番号24番です。打ちますのは立っている長嶋、そして今立ち上がった王、この 1,2 番です。思い出すのが昭和33年の日本シリーズ、鉄男稲尾、3連敗からこの稲尾が見事に4試合投げ切りまして、3連敗から4連勝という鮮やかな日本シリーズを見せました。33年の日本シリーズ、見事に4勝2敗という成績で活躍したこの稲尾和久です。この西鉄巨人の日本シリーズは全国を沸かせました。この見せました、気合十分、笑いを抑えています。ボール2、ピッチャー稲尾、緩い球103キロ、ボール3、見送りました。ワンスリープレータンパイヤーは五十嵐、おっとフォアボール、外角わずかに外れました。元気いっぱい一塁ベースを踏んだ長嶋茂雄、そして王貞治、ノーアウトランナー一塁、バッターボックスに王貞治、
立って一、二塁間狭いところを抜けました。長嶋は二塁を回って三塁へ向かう、三塁へ向かう。張本の送球がちょっとゆっくりしています。三塁を落とし入れました。ライトの外野手の肩を冷やかしているんでしょうか。しかし稲尾さんは見事にサードのベースカバーに走っています。一本足から狭い一二塁間、土井と大下の間を抜けました。三塁には長嶋、一塁には王です。バッターボックスは最年長青田昇さん、今年58歳になります。戦前からの唯一のプレーヤー、4、6、3ダブルプレー。青田さん走ってません。しかしこの間に併殺崩れで長嶋さんがホームを踏みまして、オールセントラル1点を追加。塁上にランナーはいなくなりました。懐かしいかつてのユニフォームの西鉄ライオンズのユニフォーム、稲尾和久さん。バッターボックスはまだ現役の香りがします。高木森道、レフト前ワンバウンドヒット、山内さんのグラブにすっぽりと収まりました。背番号8番高木さんのヒット、放送席、はい、どうぞ、はい、長嶋さんちょっとお話を伺います。ナイスランニングでした。うん、そうですね。ちょっとやっぱり人工芝はね、走りやすいから、はい、一度試合で走ってみたかったの。そうですね、人工芝初めてですね。そうですね、はい、はい、それにしてまず日経目の球の見送りといい、あれですね、あの三塁側のベンチも、ね、みんな湧いてました。はい、もう残る少ないですけどね、一生懸命やります。そうですか、はい、今度あの守る方で、はい、ね、頑張ります。はい、ありがとうございました。ミスターの3番のユニフォーム姿は、昭和49年10月の14日この後楽園球場で、涙のグラウンド一周がありましたが、あれ以来のことになります。高木が二塁に進みました。現役時代はファールが多かったこのバッターボックスの高田、まだお得意のファールは見られていませんが、ファールがどうも前に飛びません。この野村さんのつぶやきも有名でした。今はどんなことをつぶやいているんでしょう。緩い球、反対方向、背番号3番の長嶋茂雄。後楽園でのユニフォーム姿は55年の10月以来です。コントロールに自信がある稲尾さん、プレータンパイヤーの五十嵐にボールかとクレームをつけました。高田が一塁に出ています。ツーアウトランナーが一塁二塁、西本さんがピッチャーの交代のようです。稲尾さんは2つのフォアボール、2本のヒット、青田さんを、セカンドゴロに打ち取っただけ。マウンドを引き下がります。黄金時代の西鉄を支えました神様仏様稲尾様、バッター5人で交代です。そしてこの後楽園に17歳で衝撃のデビューをしました浪商出身、東映フライヤーズの尾崎幸男、ロッキングモーションの尾崎幸男です。
放送席、はい、放送席稲尾さんです、はい、いやどうもご苦労様でした。はあ、いい、はあ、疲れますな。ピッチングってこんな疲れなのかね。最初長嶋さんバッターボックスに迎えた時なんかストライクなかなか入りませんでした。ちょっと力んじゃったですね。あ、そうですか。声がこう、俺こう力んじゃって、浮ついちゃった。あ、三振取ったらと思ったんですけどね。なるほど。あ、気持ちの上では三振取ってやろうと。そうなんです。ちょっと組み立てができなかったんですけどね。あ、そうですか。ボールが先行しちゃったので。あ、やっぱりあの昭和33年っていうのを思い出されました。そうなんだよ。ここでね、最後にねランニングホームラン打たれたんですよね。 あれでね26回で止まっちゃったんですよ。イニングあの無失点、無失点がね、今年西本抜かれましたけどね。そうですね、本当にね。そうなんだ、あれで止まっちゃったの。あ、そうですか。あれからねまたね、確か10何人、6イニングか7イニングぐらいはあのその次に出た時にね、抑えてるから、あれがなかったらねもっとあるっと言ってましたね。言ってたんですけどね、それちょっと思い出しちゃった。そうですか。ちょっと力んじゃった。あ、で最後はねなんかストライクのような結局判定ボールだったんですけど、 だいぶ悔しそうでしたね。そうですね、まあちょっとアンパイアの特徴が僕はまだわからないんでね、やむを得ないですけど、でも来年はあのロッテの監督としてね、パ・リーグでやっていかなきゃいけませんから。そうですね、ちょっとお手本と思って思ってね、やったんですけど、いかんですね、やっぱり膝がとにかくガクガクしますわ。あ、なるほど。なんかあのブルペンに練習に行くときにもね、リリーフカー乗っていかれましたね。そうなんです、あれが悪かったかな。しかしこの懐かしいユニフォームね、よくあのテレビのファンの皆さんにちょっとこう胸を張って見せてあげてください、ね、いや懐かしいですね、まあなんていうかシンプルですよね、そうですね、まあ、一つ頑張ってくださいね、はい、まだきっとあの登板のチャンスあるかもしれない。あ、そうですか、ありがとうございます。一つ頑張ってください。しかし稲尾さんね、稲尾さんの今井さん、はいはい、息が上がっちゃってね、まるでお相撲さんのインタビュー聞いてるみたいですね。そうですね、あ、中さんが打ちました、タイムリーヒットライト前。しかし今日はレフトのライトの張本が右のグラブを持っています。ランナーが一塁三塁になりました。マウンド上の尾崎幸男さんは現在、柳橋の方でステーキハウスを経営していらっしゃいます。その合間少年野球などもやってますが、この試合に備えてスピードガンでスピードを測ってみたと、79キロしか出なかった、そんなことを言ってましたが、現在95キロ。かつてはロッキングモーションで、快速球、おそらく当時150キロぐらいあったんではないかとこう言われています。しかしだいぶ当時のインフォームと考えますと腕が下がっちゃいまして、往年の面影はありません。おっとデッドボール。三宅秀さんにぶつかりました。三宅さんが一塁です。ツーアウトフルベースで藤尾茂さん、昭和30年の日本シリーズ、この時は、巨人南海の日本シリーズでしたが、南海が3勝1敗後がなくなりました。第5戦にこの藤尾さん、あるいは角来さんというところがいきなり水原監督の抜擢でスタメン、この藤尾さんは3番に起用されました。そして当時のピッチャー拓哉から初回にスリーランホームランを打って鮮やかなデビューを、飾りました藤尾茂。現在は鳴尾高校の出身ですので、鳴尾クラブ、体育クラブの方に戻りました。水泳とかテニスとかあるクラブですが、そこで働いていらっしゃいます。おタイムリーヒット、高田ホームイン、中も三塁を回って、ゆっくりとホームイン、三宅さんが三塁に、そしてバッティングの方を一回りしました金田正一さんです。デザインは往年のユニフォームとそっくりです。腹のあたりは往年とは違います。浅見さん、はい、今一塁側のベンチからね、尾崎頑張れと、終わんなくなっちゃうよという声が上がってますね。一塁ゴロ、
おっと腰を落として土井正弘とってベースを踏んでランナーは1、3塁残塁。しかし7回の表のオールセントラル4点を挙げました。13対2、ショートを守る三宅さんの希望する20点差にだんだん近づいています。オールパシフィックの方は1番に長池、2番に張本、3番に中西、4番に山内和弘、5番に土井、6番に野村、7番に豊田、8番に大下、9番にピッチャーの尾崎となっています。オールセントラルセカンドには高木森道、スタンドには、3万の観衆が詰めかけている後楽園球場。外野はレフトに高田、センターに中、ライトには江藤真一。本人は90キロと言ってましたがどうなるでしょう。緩い球、緩いカーブ、ボール1、空振りでストライク1。高めに決まって1エンド1です。相変わらず速い間合いです。2エンド1打ち上げました。セカンドの高木、ファーストキャンバスの後ろ取りました。ワンアウト。このユニフォームも懐かしいユニフォームになりました。東映フライヤーズのユニフォーム、帽子は茶色です。白と茶色のユニフォーム、センターへ、センターの中取りました。現役時代はいつの間にか落下点にいるとこう言われました。センターの中、相変わらず打球に対するスタートは衰えていません。そしてこの巨漢で中西太さんです。昭和28年だったかと思いますが、平和大球場左中間スタンド場外に飛び出しました。150メーター以上推測であったと言われています。その通過点には現在もマークがつけられていますが、語り草になっている日本最高のホームランを打っている中西太。今日もノーサインの金田投手。今でこそ、スコアラーという人が一球一球球をつけていますが、もし現役時代にこの人がいたら大変です。長島から一塁へランニングスロー、見られました。アウト、スリーアウトチェンジ、三者凡退です。ミスターのランニングスローです。投げ終わった右手が鮮やかにファーストキャンバスの方を向いています。軽快な杉浦野村のバッテリーで長島と相対しますのは昭和34年の日本シリーズでした。4試合4連投4勝無敗で鶴岡監督に念願の日本シリーズのペナントを渡しました杉浦忠さん。その時は第2戦1戦の途中で右手の豆が潰れました。第3戦には完全にパンクして、血染めのボールを野村のミットに投げ込んだという話もあります。涙の御堂筋パレードなどという話もありました。立教大学の杉浦長島のコンビです。はい、どうぞ。三塁側ですが、はい、ちょっとですね、原選手がですね、はい、ずっと熱い視線を送ってましたので、はいはい、先ほどの長島さんの守備について、どうですか。じっと見てましたけどね。いいですね。ね、現役時代のその仕草と変わりないですね。そうですね。全ての人ね、なんか持ち味みたいなの出してくるでしょ、金田さんにしてもね、はいはいはい、僕は金田さんの現役っていうのはもうあんまり分かんないですけどね。はい、それにしても長島さんのあの守備はあなたが貸してあげたグラブが良かったんじゃないですか。何もかもいいんですよ。はい、ありがとうございました。浅見さん、実はね、はい、杉浦長島ショートゴロでした。はい、どうぞ。長島さんの使ってるグラブは原選手のグラブですからね。そうですか、はい、はい、
大学時代からの両友長嶋茂雄をショートゴロに打ち取りました杉浦忠さん。右手の引きはちょっと小さくなったでしょうか。打った、これはセンターバック、センターバックどうか、入った、ホームラン。王貞治、鮮やかなホームラン。天を仰ぐ杉浦忠。野村星と握手、そして三塁側のダグアウトでみんな飛び出してきます。ベンチには40人います。それでは王さん、ちょっと一言。いや、お見事でございました。いやいや、ナイスホームラン。やっぱりいいですね。でもねどうですか、打てそうな感じあったんですか。いやいや、もう全然もうな、どうですか。それじゃあ、868本も打った王さんとしては内心今ホッとしてますね。そうですね、やっぱこれだけお客さん来てくれてましたからね責任果たせました、1番長嶋さん、2番王さん、はい、もうたまりませんけれども、はい、プレーをなさってるご本人としてはどうですか。あ、楽しいですね。なんか本当ね、まあ、まだそんな年寄りじゃないですけどね、やっぱりあの昔のね、お互いみんなしのぎ削った頃ね、あれ思い出しますね。あ、なるほど、昔がね、ところで最優秀選手には100万円がありますけれども。あ、そうですか、じゃあせっかくだから頑張りましょうか。そうですね、はい、あ、ナイスホームランでした、はい、どうも、はい、この間に江藤さんの三塁へのヘッドスライディングが見られました。気を使って中西さんの方のユニフォームも叩いています。ヘッドスライディング、ちょっと、現役時代よりも前に進まないような感じはしますけれども、懐かしいヘッドスライディングです。江藤さんは今は、ワールド少年野球友好会の代表をしていらっしゃいました。外務省の後押しで、中南米あるいはブラジル、ペルーあたりと少年野球の友好を深めていらっしゃいます。高木もリムチ打って三遊間、中西豊田、なんか体型が2人とも同じになっちゃったという感じはします、太めの三遊間の間を抜けていきました。また西本監督が出てきました。今度は、杉浦忠さんをどう叱るんでしょうか。あ、コーナー投げ分けて落としたりと、こんなジェスチャーを見せてますが、ピッチャー交代のようです。あ、今度は鉄人と言われました米田さんがマウンドに行きます。米田哲也さんです。浅見さん、はい、三塁側ですが、はい、別当監督にちょっとお話を伺います。はい、お願いします。いや、これだけのメンバーはもうたまりません。そうですね、まあ、みんな野球が好きだし、うまいしね、言うことない、ボールが来ると飛びつく人ばっかりでね、まあ、非常に楽しくみんなやってます。そうですか、はい、皆さんあれですか、監督の言うことをちゃんと素直に聞いてますか。いや、もう素直ですね私はもうじーっとしてるだけなんですよそうですか、ところで今日はサインとかその辺はどうなんですか。いや、今日はもうサインなしです。もう選手の実力にお任せしてます。ね、じゃ監督は比較的楽ですね。もう座ってるだけ、しかしこういうイベント、はい、全選手出すということにね、ちょっと気配ってます、ね、なるほどね。そして来年以降も続けたいですね。これはそうです ね、日本のプロ野球の機構といいますか、組織といいますか、ここまで立派になったんですから、なんかこういった大きなベースボールミーティング的なね、ものがアメリカのように、ぼちぼちならないといけないと思います。 ね、はい、ありがとうございました。どうも放送席、はい、どうぞ。一塁側ですが、はい、杉浦投手にお話を伺います、はい、杉浦さん、どうもお疲れ様でした。はい、まあ、疲れたほど掘ってないんですけどもねしかしね、最初のバッターは長嶋さんでした。はい、
まあ、非常に懐かしかったですね。やはりこうふっとこう日本シリーズのことなんかねちょっと思い出したりなんかして、まあ、この前ね1週間ほど前にゴルフで負けてるんですよ。ですから今日はなんとかそのゴルフの仕返しをね、まあ、長島に今日は打ち取ってやろうと思って、まあ、ショートゴールで収まったからやれやれってことですね。その安心感が次の王さんに打たれたんですかね。やっぱさすがですね、まあ、新監督へのプレゼントですわ。なるほど。真ん中低めのいい球だったんですけどね、さすがですね。どうです、やはり久々にマウンドに登ったという気持ちは。やはりこう後楽園のマウンドっていうのがねやっぱり非常にこう感激ですね。まあ、我々大阪に住んでますからね、まあ、大阪球場なんかでは時々こうアマチュア野球やったりするんですけど、後楽園っていうのはねやっぱり一つのやっぱりなんていうんですかね、まあ、プロ野球人とすると一つ感慨深いものがありますね。 最後西本さんからねいろいろ注意されてましたけど、どういうことを言われたんですか。もう真ん中ばっかり掘ってダメじゃないか、ちゃんとこう両サイドをしっかりつかなきゃダメじゃないかって言われました。そうですか。どうもありがとうございました。今井アナウンサー、吉田アナウンサーから両軍ベンチの声を、随時入れてもらっておりますが、8回を終わりましてオールセントラルが15点19安打、オールパシックは振るいません。7回まで2点4安打です。そしてマウンド上オールナビジョンでお分かりでしょう、阪神タイガースの永久欠番村山実さんが上がりました。引退試合の48年の3月23日、この時にも王選手を三振に見事打ち取っています。現役時代はフォークボールを駆使しました。そのフォークボール、末次選手に言わせますと、現在の末次コーチですが、フォークボールが来るのは分かっている、分かっていても打てなかったと、これほどのフォークボールだったようです。この後楽園では、展覧試合でありました。放送席、はい、中西さんです、はい、中西さんどうもお疲れ様です。いやいや、どうです、守っててなんか三遊間だいぶ狙われてるようでしたけど。そうですね、なかなか守っとるだけで飛びますよ、処理しなくても気づかれですな。まあ江藤さんがねヘッドスライディングしました、うん、クロスプレーでしたね、あれは。あ、アウトでしょうね。アウト。一応アピールはしました。しようと思ったら腰がまた落ちたから罰悪かったよ。黄金の三遊間がね今本当に見てますとどっしりとして、いやいや、どっしりもう落ち着いちゃって大変です、動かないで。なんか、ね、やはり年の差を感じますよ、相手方と。しかし今日はホームラン競争で随分いいホームラン出ましたね。まあね、間違いですけどね、もうしかしやはり随分ね30代の人とはもうダメですよ。まあしかし今日は非常に楽しくねやらせてもらっていいですね。なんかもう和気あいあいですね。ああ、そういうことですね。まあ、お客さんもこんなにたくさん張ってくれましてね、ありがたいですね。で、このユニフォームを初めて目にする方もいらっしゃるでしょうからね。そうでしょうね。そういうとこは、まあ、ほとんどの人は懐かしんでもらったというね、まあ、これ今このデザインでそのまま使っても非常にこのシャレた、ね、感じでね、シンプルで、まあ、非常にいいユニフォームじゃないですか。ノーマンいいですよ、ナンバーワンとか言われてますよ。なんかこの頃流行るのベストドレッサー賞だったらライオンが一番いいんじゃないですか。そういう感じですね。モデルがどうですかね、宮田の親父のね、モデルがどうですかねという話もありますけど、いやいや、センスが良かったですよ。野球を教えるだけでなくてね、今日来られなかったら非常に残念ですけどね。まあ一つ今日はじっくり楽しんでください、はい、どうもありがとうございます、はい。この間にオールスター男と言われました山内和弘さん三振に倒れました。バッターボックスには土井正弘さんです。土井さんもちょっと白髪が見えるようになってきました。フォークボールでしょうか。2エンド2、放送席、はい、どうぞ。山内和弘さんです、はい、山内さんどうも三振でしたね。もうドカベンにいいとこ見せられんかった。まっすぐからだらけかなんだな。最後フォークボールやった。フォークですか、だいぶ落ちました。いい球掘るわ。解説者にしてはちょっと裏切るよな、その日本テレビの解説を。ねえ、もう解説をしてね、やっていただいて、また来年から中日の監督ということで。そうですね、大変ですね、いろいろ。今日も小葉さんなんかに会ってお手柔らかにと、いうこと。まあ私も言ってきましたし、向こうも同じようなこと言ってきましたね。で、王さんには何か言われました。いや、まだワンちゃんにはね、ロッカーで会っただけですけどね。
まあ、しかし山内さん、このユニフォームはね、お一人だけでしょ、お召しになってるのは。そうかね、阪神の方も、これは本当にもう、非常に貴重なユニフォームになりますよね。クリーム色でね、真っ白じゃないですからね。そうですね。あのオールスター男と言われた山内さん、はい、ちょっとあの残念でしたね。まあそういうもんでいいじゃないですか。そうですかね。もう今日は本当十分楽しまれてますね。はいはい、よう思えてます。まあ一つ頑張ってください。はいはいはい。野村さんも打ち上げまして、オールパシフィックの方は三者凡退、村山実さんは、山内、土井、野村というところを三者凡退に打ち取りました。それではあの村山さんインタビュー、はいはい、ちょっと息が荒いようですがまず息を聞いて、みんなお相撲さんですね。ああちょっとということは、はい、ホッとなさってますか。ホッとしましたね。あ、そうですか。金田さんがね、いいピッチングしたしね、私はやっぱりせないかんもんですから一生懸命投げたんですけどね。そうですか。苦しいですね。普段やっぱりあの解説してますと、はい、現役職員にやっぱりいいところを見せとかないとね。そうなんです。でも特にねスーパースターがみんな来てますからね、いいところ見せとかないかんです。しかしあの山内さんはですね、はい、いやいいフォークボールを投げようと言ってましたよ。そうですか。ずいぶんフォークボール投げたんですか。投げましたよ。もうそれしかないもん。そうですか。はい、いやしかし大変懐かしく拝見いたしました。そうですね。私人工芝初めてなんですよ。あらら。あ、そうなんです。そうですか。それだけにね、嬉しかったですね。ねえ、ここはね前芝生だったんですからね、で巨人の連中にね、もうバント攻めでもう大変だったんです。人工芝だったら分かりませんよ。スパイクのいいのありますからね。まだまだ分かりませんか。長嶋さんと何やってみた、あの対決したかったっていう気持ちもありましたか。それはありますね。それはありますよ。決着をつけたい。はい。そうですか、はい、またそういうチャンスあるかもしれませんけど。そうです、はい、どうもありがとうございました。次でした。どうもありがとうございました。以上です。三宅さんが打ってセカンドゴロ、大下から土井へ、軽快なフィールディングで三宅さん凡退しました。三宅さんは現在は三重県の紀伊長島にある友人の病院のお手伝いをしていらっしゃいます。放送席、はい、西本さんです。監督の西本さんです、はい、どうもご苦労様です。いやもう大差の試合になってしまってね、申し訳ない。まあしかし今日はスコアはあんまり関係ないですからね。関係ないけどピッチャーがちょっと悪すぎるな。西武のピッチャーはやっぱり選手権疲れしとる。ああそうですか。あれがもう結局の突き始めだ。やっぱりその辺が大きな誤算だったわけですか。誤算だったね。あの辺にもっと締めてもらえばもうちょっとゲームは締まったと。そうそう、いきなり3点だもんな。あれがみんな西武の役者だもん。東をはじめとしてね、石毛だろ、はい、クロスセンターですね、まあ、その辺がちょっとね、残念、ちょっと思わぐ違い。あ、しかし今日はもういろんな選手全部出さなきゃいけないんで、監督大変ですね。そうそう、メンバー表を見てね、首一匹だよ。あ、そうですか。これ全部使うのに不審しとる。試合の勝ち負けどころじゃないね。全部出さないと。あ、いたかっていうので大変ですもんね、残っちゃったら。頑張ってください、最後まで、はい、9回の表オールセントラルは無得点で終わりました。試合がこれから9回の裏ですが、マウンド上に杉下茂さんが行きました。今年58歳になります。浅見さん、はい、三塁側ですが、はい、三塁側の現役諸君に一言ずつコメントをもらってみたいと思います、はい、まずは山本浩二選手です。どういう気持ちでご覧になってますか。子供の時のスターばかりですからね、すごく楽しいです。思い出します。そうですか。そしてこの今の動きに関する評価は、皆さん動きいいですね。いいですね、なるほど、そう言ってあの金さん言ってましたから。なるほど、ありがとうございました。それから加月さんです。どうですか。みんな見せてくれますね、素晴らしいと思います。やっぱりあの絵になると言いますか、見せるものを持ってますよね。確かにそうですね。意外にマジになったんじゃないですか。なるほど、はい、それからタウさんどうですか。いやもう真剣にやっててね、楽しいですね。やっぱり真剣な部分ありますよね。ありますね。なるほど、はい、それから選手団長の大島さん。どうですか。素晴らしいですね、やっぱり、アピールするべきところはちゃんとアピールしますね。素晴らしいと思います。持ってますね、はい、それから阪神の福間さんどうですか。いや緊張しますね。緊張しますか、はい、見ててシーズン中の緊張するんじゃないですか。あらら、そうですか、はい、それはなぜですか。
やっぱりもうすごい方ばっかりでしょう、スーパースターばっかりでしょう、もう大変ですよ。その辺がね、はい、誰かと話しました？いや、できないですね。はい、どうですか、はい、ご覧くださいね、はい、どうも。それから高橋選手であります。どうですか？楽しいですね、まず楽しい、はい、何かこの、うん、あれを盗んだっていうのありました？どうですか？いや、そういう目で見てないです。もう楽しんで見てます。あ、そうですか、はいはい、それから若松さんです、はい、はい、どうですか？やっぱり小さい頃を思い出しますね、はい、なるほどね、はい、やっぱりいろいろ憧れた、はい、憧れてましたからね、はい、あの辺がたまんないですね。そうですね、本当に素晴らしいですね、はい、やっぱりもう少し長くやってほしいですね。鮮やかなプレー、一塁アウト。すんごいプレーを見せました。今の守備について。なかなかまだまだね、まだまだやっぱ若いですね、まだまだね。それからもうえらく喜んでるのは加計さんいますんでね、ちょっとまたマイク戻って、加計さん、今の長嶋さんの守備について。いや、素晴らしいじゃないですか、はい、球際に強いですね、球際に強い、なるほどね、という声です。それから遠藤さん、いかがですか、ご覧になって。そうですね、やっぱり実際目の前でプレー見るのはね、本当初めてですからね、やっぱりいいもんですね、はい。中橋さん、はい、長嶋さんが取って王が取るというね、もうこのプレーたまらないんじゃないですか。もう一緒にやりたかったですけどね。ぜひ仲間に入れてほしかったです。はい、ありがとうございました。以上、声を拾って、まゆみさんがここにいますよ。ご覧ください、もうネット越しにじーっと見てましたね。どうですか、感想。楽しいですね、小さい時思い出しますね。あ、やっぱりね、はい、やっぱりこの、今プレーしてる皆さんに憧れて、そうですね、っていう時代もあったんですね。野球始めましたからね。誰かと話しました？いやいや、話はしてないですけどね、うん、ご覧のように真由美さんはもうネット越しにじーっと見ております。はい、ありがとうございました。以上です、浅見さん。はい、どうも。この間に藤原が打って右中間を抜けました。サードを回るか、おっと、コーチは止めている、広瀬コーチは止めているけども止まらなかった。ボールが三塁まで、長嶋がタッチアウト。9回の裏もオールパシフィック得点なく終わりました。何かまだやりたそうですけれども、9回終わって15対2、オールセントラルが勝ちました。